でね、あのちょっと昨日ね、配信しそびれました。申し訳ありません。昨日27日、今日は28日、まあ、昨日の分をお話ししてもしょうがないと思うかもしれませんが、ちょっと流れもあるのでちょっとお話ししておきますね。昨日はマーズ、今日はアースです。お月様のメッセージはで、この流れなんですけど、昨日とかって、降りてきてるとかこう起こってることを想像すると、やっぱりね、聞くこと、人の話は聞くっていうのは当たり前なんですけど、何か行動しようとする前はきちんと聞く姿勢を持つっていうことを改めてやらないといけないなとちょっと思いました。で、こう聞いていくと、いろんなことがちゃんと理解できるんですよね。自分が苦手なことももちろん理解できますし、自分が分かってるって思ってることでさえさらに深く知ることができたりとかしますので、やっぱね、聞く姿勢っていうのは大事だなっていうのはもう本当に昨日思いましたね。で、そこからの、今日はですね、夢は無限実化するっていうことなんですよ。もうズバリ出てきてます。こう自分が今考えていることとか、思っていることっていうのがそろそろ実現化する時が来ています。サイクル的にそういう周期になってきてますので、どん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 皆さん今から夢を叶えていってください。夢なんか叶うもんじゃないとか、もうそんな儚い夢を見たらあかんとかっていうことはよく言いますけど、そうではないと思います。夢を見ることは希望を持つことです。希望を持つことは決して悪いことではないし、希望を持っていないとやっぱりこう人ってこう活力が湧いてこないですよね。で、どんどんこう行動力もそうですし、頭の中も止まっちゃうんですよね、希望がないと。ですから夢見たり希望を持ったりすることは決して悪くないので、そういうところをこう盛り上げていきましょう。で、今日は意識していただきたい数字は7です。この7にもいろんな意味があります。で、その意味の解説書っていうのを今私ちょっと出してますので、皆さんぜひぜひゲットして、数字の意味っていうのをちょっと自分の中で、一つの目安としてやっていっていただきたいなと思います。ということで、私は今から和歌山に行ってまいります。今日はそう和歌山にいる予定です。ということで、もしお近くの方は私にメッセージをください。時間があれば